はい、そしたら2日目、うん、2日目探索2日目です。2日目に2は普通っていう再会の花園です。2日目リトニーさんの信号はあの辺りから発信されたみたいだ。それにしても船内からワープドライブキーが消えたのが気になる。この惑星へドレイク号が不時着した時に落としてしまったのかな。あれがないと僕らは故郷に帰れないのに。ちょっと大事なものが落ちちゃったみたいだね。何？なんかワープドライブキーって鍵かな。じゃあさ、今日はでも入っとったよ。うん、あのさ、分かったよ、じゃあ借りちゃってさ、あのさ、ちょっとまだね、その落としちゃったものがどんなものか分かんないんだけど、とりあえず進めていきます。ブレトニーがな、大事にしたんちゃう？チャーリー？分かんない、全然分かんない。あのな、チャーリーってブリトニー好きなんで。そうなまあ今回はね、ブリトニーさんを探しに行きますよ。はい、そんなすぐには見つからないと思うけど。まあね、地図上で発信機がね反応してるから、そこに行ったらいると思うよ。この辺にいるはずだ。食料も残り少ないことだし、時間を気にしながら彼女を捜索しよう。じゃあオニオンが追いかけてきてくれたようだ。ピクニンはどこ？ピクニン出したい。ほらね、ピクニン出させて。半分こしよっか。10個ずつにしよう。じゃあこれぐらいでいい。10個。 OK。 1個余っちゃうんだよね。1個余っちゃう。いや、あそこはスキップしようもん。ああいう、あ、ここにあるね。これも取ります。背中を狙って先手必勝。コチャッピー、コチャッピーが出てきたら背中を狙えだ。あ、いる、コチャッピーいる。それコチャッピーじゃない、それコチャッピーや。チッチャッピー、これ、このコチャッピー、こいつ、コチャッピー、コチャッピーに見てる。あれがコチャッピーで、これがチピッキー。何それ、チピッキー？コチャッピー、コチャッピー、コチャッピーの入れ替えてるね。あ、ずぶさない。え、敵なんだよ、蝶々。今ピクニックよ、それ。あ、そっか。よし、じゃあどこだ？あ、ここだ、壁だ。突撃。これ持っていっちゃダメだよ。これ持っていっちゃダメだよ。ピクニックに置いてくから。あ、ダメ。もう持ってっちゃってる。ピピーした。瓦礫を集めて柱が行く。ここまで壁崩しました。ここまだ行けないね。でも水があるよね、これ。え、違うかな。水だよね。行ける。もう水っぽくない。足動くと、え、 X を押して離すと、まあ、突撃。さっきからやってる。私さっきからめっちゃやったよ。あ、花咲き、花咲いた。植物みたい。卵壊して見つかせてくれたな。花咲くんで。してみよう。大地のエキスをすると花に成長する。あ、ここ水じゃないね。水かと思った。ちょっと待って。成長すると足が速くなるんだって。葉っぱ、つぼみ、花の順番に速くなる。じゃあ、スッコラ、息を入れてみる。この、壊したところ、これ水じゃないよ。はい、一瞬、いや、キラキラしてるから水かと思った。キラキラしてないじゃねえかよ。
ほら。あ、ここにも動物が。じゃあ、ガレコに。だって、こんな上まで。うん、痛い。こんな上まで見つかったら、ピクに全部死んじゃうでしょ。メモがあるな。ガレキ持って行ってくれないと、メモが読めない。かけらの音符は何度でも吹く。一人ぐらいおらんくなった。ここ抜いたら、ほら地面に埋まっている子抜いて。11、11、11、1個。いや、そこまで細かく気にしなくていいよ。これ危ないから私くれるかな。これどこ？チュッピー。あ、待ってよ、ここに詰める。背後から狙う。チャッピーやから、これこれチャッピーやで。バイバイ。よいしょ、倒した。もうチャッピー倒した。早っ。倒しちゃった、チャッピー。これさ、これさ、持っていかんといて。あ、虫ね。この、こいつとかこいつとか、チュー、さ、今ピクニンに当てるから。ピクニンは全部私のものだ。わーやー。あ、間違えた。これ、これさ、私のものだ。このお花も置いとくの。え、お花も置いとく。このちょっと待って、私やるわ。これ一人だけ。お花はいいでしょ。これ。うん。あ、ダメダメダメ。これ。みんなこれ私一人でやるわ。少なくないでも。いいよね。みんなでやったら早いでしょ。ダメ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 。そこのメモ見てね。ピンチになったら隠れ場に。でももうピンチならないよ。倒したらもう。もう倒したんだ。隠れんでも大丈夫やね。怖いな、怖い。全然見えない。おかまりさん。あれ？途中でやめないで。私危ないところがあるから。ブリトニー。あ、いた。ブリトニー。ブリトニーさんが倒れている。うん、遅かったか。やばいね。ブリトニーさん、生きていてください。やばいよ、返事ないよ。生きてるよ。アルフ君、近くにいるのね。ごめん、ぐっすり寝ちゃってたわ。出たのかい。ピクリともしてなかった。そうなの、私寝相はいい方なの。それよりあっちに大きな果実らしきものを発見したの。私はここから出られないの。代わりに見てきてくれない？オッキー、オッキー、オッキー。お、あ、イチゴ。うわ、思ってたよりでかいな。こんなのが果実だとしたら大発見だ。ブレイク号で分析したいけど、どうやって運ぼう。まあ運んどいて、3人で。はーい。私倒してくるから。はーい。カップくん、戦いが得意な。カップくん、じゃあママはイチゴを。でも氷のやつは岩ピクニーが得意。イチゴを運びます。うん。あ、にゃ、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 あ、敵だ。空中の星。あ、私作れないじゃん。え、そしたらいい。洞窟の中。
せる。どうやって倒したらいい？投げたらいい？ね、ちょっと待って、私の、私がやるから、私がやるから。倒せる？少ないじゃん、うん、ちょっと。あ、回収されたよ、イチゴが。おや、ドリーフ号から着信だ。回収した植物を分析しています。分析します。イチゴだよね。ひだまりの実だって。あ、イチゴの実。ひだまりのイチゴの実。ひだまりのイチゴの実。ピコミン U を検出しました。これは種を封印する果実です。コッパイ製でも栽培が可能です。搾った果汁は隊員の食料としても適しています。なんでダメだったんだよね。食料、食料の分析結果をまとめた果実レポートを G パッドに追加しておこう。OK、 果実レポートが増えた。だけど僕は植物についてあまり詳しくない。レポートの作成は後で植物学者のビトニーさんにお願いしよう。じゃあちょっとこっち来て、ピクミンあげるから。いや大丈夫、一匹しかいないじゃん。こいつ食べる、こいつ食べられんから、これやっつければいいだけ。一人で、一人でやっつける。めっちゃ時間かかるじゃん。食べられちゃうんだよ。こいつ食べられんよ。こいつ食べられんよ。ちょっとあげようか、ピコミ。いらん、うん、いらんって、いらんって。ピピってして、ピピってして、捕まえて。いらんって、いらんって、あげるあげる。いやいや、数増えた方がいっぱい早く倒せるでしょ。イワピクミン、アルミ。野生生物に取り込まれていた生き物は彼らを見ている。彼らもピクミンなの。イワピクミンは壊しやすい。さっきの生き物の中にいたの、これ。あれを壊したいのかな。彼らもピクミンのようだから、スピーディー呼んだら集まるかな。ママ全部取らないでよ、私のピクニー。これ今 1P しか操作できない。やらして、これやらして、やらして。これ、ここはね、私がやらないといけないんですよ。これはね、私がやらないといけないんですよ。なんで？こういう壊すところはね、私がやらないとダメなんですよね。はい。彼らのオニオンが閉じ込められていったのか。ピクミンの種類が増えたから、投げたいピクミン。ああ、持ち帰りね。これは操作方法ね。ピクニーちょうだい。ちょっと待って、全部ちょうだい。全部は多い。半分こしよう。全部硬い。いや、ピクニーの特徴が硬い。ねえ、全部ちょうだいよ。ちょっとあげるから赤ちょうだい。じゃあ、え、何匹か持ってる、え、7匹持ってるやん。赤ちょうだい、赤ピクミン。ちょっと赤ピクミンもいるから。もうちょっとちょうだいよ、ちょっと。はい、もうちょっと増やそう。さっきのさ、あのやつを持ってきたら、私のやからな。
そんな、もらうんよ、別に。じゃあそっち任すね、もうこっち戻っていくよ、ママ3匹しかいないの。ここはちょっと待って、私行くから。待ってよ、めっちゃ増えた。こいつ持って行かしたらいいんでしょ、ユアピクミンに。ちょっと、いいけどママ少ないからいいよ。じゃあこの花を持って行ってもらう。私は足りんわ、ママが。これ花、じゃあこれ花持って行ってもらう。この子さ、この子持って行きたいんだけど。忘れ、タクタクチーン。忘れ、タクタクチーン。ウートニーが出てきた。こうする、タクタクチーンみたいな感じになっちゃったね。ふう、やっと出られたわね。もう野宿はゴリゴリだわ。あ、お腹すいた。ところで何なのその生き物は。へえ、ピクミンって言うんだ。かわいいわね。それよりアルフくん、あそこを見て。あ、レモン、レモンがあるよ。あそこにも大きな果実があるわ。協力してあれを取りましょう。ママやらして、ママやらして。あ、もう今ブリドリーになってるよ。いすぎ、いすぎ、あげれない、まだ足りない。あ、いけるか。じゃあさ、ブリトニーにピクミンあげるよ。大丈夫。岩は、岩、岩、こっちに全部来てんだよ。だっていくよ、これも赤いのが2個ある。 OK。 なんで2個で、あの、今持って行ってる子がいるじゃん。岩ピクミン2つを置いてるよ。よ、私置いてないよ。と、取り損ねてたよってこと。取った取った。おいしいレモン、おいしいレモン、レモン、レモン。どこである？ピクピン、ピクピン、ピクピン。こう、ブリトニーいたとこだ。泣いて泣いて泣いてね、泣いて泣いて、そこ泣いて、危ないから、そこ泣いて。ここにあれがあるよ。え、卵、見てやれ、こいつ。卵って言わんといて、水って言って。僕、これちょっと読むよ。卵、キラキラ、水、水って読んで。レーダーでここまで行こうね。あ、そうがいい、ほんちょい、うん。あ、ここにある。ちょっと移動していい？ん？ここまで。あ、敵がいるね。よいしょ。ママ、待って、そこ。そこ、弱ピクニで増やしてよ、じゃあ。うん。それより待って、落とした？ここに弱ピクニ。ここさ、敵がいるんだけど。これは赤い方が強いかな。いや、ちょっと待って。待ってっては、ちょっとメモ読もうか。じゃあペレットと同じ色のピクミン、ああそうだね。じゃあこれで戻ったらいいな。あ、ここ
先進んだらダメ。ダメ。私もフラピックで増やしよう。この敵さ、倒しとこうかと思った。倒しちゃダメ。なんで？私倒す。じゃあさ、ママ違うところ行ってくるわ。違うところの探索しとっていいですか？勝手軍が来るんだけど、なんか勝手軍が来る、なんか勝手軍の隠れる軍が来るんだけどね。さっきさ、行ったとこないかな。あー、こっちはまだ行けない。へっさ、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 行くぞ、行くぞ、閉じ込めた。いや、あった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 。へっさ、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 へっさ。じゃあママ、こっち側行ってみます。ちょっと待ってって、そこをちょっと待ってって言ったの。え、ゆうりちゃんはあの敵がいる方行くんでしょ、だって。え、それ戻ってくんの？二人で行くんで、行く、ママが行く場所は。じゃあちょっと待って。じゃあ敵のとこ一緒に行く？待って。じゃあ戻るわ。じゃない。え、敵のところ行くでしょ？ん？敵がいるところ。こっちじゃないでしょ？ちょっと。こっちでしょ？だからさっきそっちやろうと思った。ここね、ここ、ヨピクニの方がいいだよ、これ。ほら、なんかちょっとユーリのとこ見せるんだ。あ、ほんとか。自分で戻れるんじゃないかな。あー、やばいね。今のうちに整列しないとピクミンは呼び戻しておいた方がいいだろう。でもあちこちにいるピクミンを集めるために歩き回るのは大変だから、ドレイク号の近くで A を押したらピクミンがオニオンに戻るね。 OK。 これじゃあ一回さ、整列する。ピピーして、もうすぐ出来上がる。これ橋、橋の方から行った方が早いか。ピピーして、セルリ。オッケー。持っていったね。集めた？ちょっとさ、あそこにいる、あっち行った子がいるんだよね。急いで成立してくるわ。イワピクミンの洞窟の中にさ、急いで行った子がいるんだよ。全部捕まえとって、ね、あと何匹足りない？もう0匹ってなってるから。あ、ここにいる子は大丈夫なんだよね、確か。
まあ、でも一応ゲットしときます。あ、でもその中入れんとあかんだよ。入れなくても大丈夫だよ、自動で。今何匹いる？68。あと、え、そこ入れなくていいよ。入れなくてもいいんだよ、成立してたら。いや、対立してたら。全部使って取って、この白い周りのところ当てれば、見て。うん。こっち20匹います。47匹。3匹どっかいない？ピピーって呼んで、あそこから。私の方が近いから。そうそうそう。あそこで呼んで。その3匹じゃない？その3匹でしょ。その埋まってる3匹。飛び戻してみて。何や？この3匹入ったら。戻ったピクミンいないって。うん。やっぱこの埋まってるのも入ってるみたい。もう抜いとったら。引っこ抜かれて、あなたの手にはついていく。そのまま出されて、慰めて。よい、口こい。遊べよ。はい。そしたらね、今日はもうこれで日没で一日が終わったので、終わりたいと思います。2日目終了だね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。また見てね！バイバーイ！バイバーイ！また見てね！今日のチャンネル登録もよろしくね！やった。